しいですね。あ、そうですか。すごい。春は桜が。桜が。200本。はい、よろしくお願いします。ね、はい、今僕がしてるのは、はい、夕食の、うん、あのメニューの、立て札を作ってるんですか、はい、今日のメニューの立て札を、はい、作ってます、うん、晩ご飯の段取りはまだええんですか、晩ご飯は一応4時から4時からあ、ほな今ちょうどそんなことができる時期なんですね、はい、わかりました、はい、だおばちゃんの私におすすめのメニューは、そうですね、おすすめのメニュー痩せて綺麗になりたいんです、美人の優越た何でしょう、美人の優越たおばちゃん、探せちょっと待ってください、はい、はい、5、4、はい、こんにゃくの味噌でこれ綺麗になる、はい、うん、わかりました、はい、はい、はい、次、認知症かかってるお父ちゃん連れてきたんやけど、はい、はい、お父ちゃんにおすすめのメニューは、歯いれば、あ、いればはい、はい、はい、これはちょっとダメだ、あかんの、ダメだ、はい、これはあ、いいですね、いいですね、はい、はい、お父ちゃん、いればの、はい、里芋まんじゅう、里芋まんじゅう、わかりました、はい、はい、龍神さんの里芋やな、そうです、うん、はい、編み物が好きなお母ちゃんに80歳、やっぱり里芋まんじゅう、よかった、失敗、煮物、これでいこう、はい、友人のナスで作った揚げナスのココット、ココット、はい、うん、分かりました、まだストレス溜まってるうちの旦那旦那さん、おでんか、うん、分かった、なんか今度春にロシア人9人ほど来るんやけど、ロシア人、ロシア、揚げ出し豆腐、龍神の豆腐を使った揚げ出し豆腐、わかりました、はい、誰でも喜ぶ龍神っていうことですね、そうです、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。